おはようございます。10月26日第66回ポゴナカイアニマルラジオになります。今日の、ね、1匹は、南イシガメなんですけど、一応ベトナムホームということでね、ヤットカメさんブリードで、かなり前に購入したカメですね。結構ちっちゃかったんですけど、だいぶ大きくなりまして、ちょっと今水槽に無理やり入れてるんで狭くてね、回転できなくなって引っかかっていますが、まあ、顔出さなかったんでちょっと餌をね、食べさせて、無理やり顔を出させてみました。結構適当な温度のところで飼ってるので、まあ、うまくいけば産卵も行くんでしょうけど、オスがこれねちょっと違うタイプのオスが飼っちゃってるかもしれないけど、ベトナムはおそらく2タイプいると思うんですよね。なのでこれともう1個のタイプと、もう1個のタイプの方が特徴的で、おそらくなんか別種になるか亜種になる、最低でも亜種になるんじゃないかっていうぐらいちょっと違ってる感じの個体が群がいるんですけど、それとねこれでまた別の個体群がね、いるみたいですね。まあ南イシガメ、とても僕はアジア的な感じで好きでね、八重山イシガメとかとね同じグループですよね。なんでとても飼いやすいですし、大きくある程度の大きさにもなるし、でまああとは、慣れやすいですね。でも、まあ、今適当に飼ってるんで、あんまり、寄ってくるような飼い方をしてないんで、餌をくれる時だけ喜んでね寄ってきますけど、でうちはあれのね白く抜けてる個体がいるんですけど、あれもねああいうタイプもいるんで、まあ、あれは色変になるんでね、僕が好きな感じのタイプなんですけど、まあ、南シガメすごい僕は好きで昔からねいろいろ飼ってるんですけど、このタイプ、まあ本当はベトナムのもう1タイプが一番好きなんですけどね、ちょっと頭に模様が入ったり、アンナンガメとハイブリッドだっていう人がいるんですけど、ちょっとアンナンガメとは全く似ても似つかないんで、あれはまた別だと思います。なんでね、その辺はまあ本当はね研究者の方とかが論文を上げてくれて、ね、新種扱いになってくれたら面白いなとか思ってはいるんですけど、なかなかその辺は難しいようで、っていう感じです。で、夜行性のカメでね、滋賀県にもいるんですけど、琵琶湖のあたりにね、まあ、京都では天然記念物になってるような、大陸から多分おそらくすごい昔の時代に渡ってきたんだと思うんですよね。で、それが、まあ、放たれて、気化しているというのがあれなんですけど、ただすごい昔に入ってるんでね、まあ、天然記念物になってしまうというのはすごいなとは思うんですけどね、まあ、滋賀で取ればあれなのかなっていう感じですね。南イシガメ、まあ、僕は本当好きなカメで、まあ、今ちょっとね、八重山の個体、八重山イシガメをね向こうから出すのが禁止されているらしくて、まだなんかその辺がしっかり伝わってないみたいで、本当はもう出しちゃまずいみたいなんですけど、取り入っちゃってる人たちがいるんで、ちょっと気をつけないと、ね、今後ね、そういうんで何かあった時にね、大きい問題になってしまうかもしれないんで、まあ、もっと認知するべき事案なのかなと僕は思っています。まあ、ただ、ブリードしてる方が結構いるんでね、でまあ、大陸の方のやつは、ブリード個体がまあ輸入されたりもするので、まあ、手には入りやすいカメですし、まあ、値段もね、安価なので、買いやすいカメかなと。そしてアジアテイストが強い。カメということで考えると、まあ、すごい僕はいいんじゃないかなと思います。どうにか甲羅がねでかすぎてきついところでも反転しました。まあこれ撮影が終わったら元に戻しますんでね、この窮屈の状態からはちょっとおさらばできるのかなと思います。何年だろう、多分もう 5,6 年はうちにいますね。なんでもう全然繁殖いける個体だと思います。なんでオスを持ってる人がいたら教えていただけたらありがたいなと。さあ金魚は本当に最近全然出してないけどね、また金魚ちょっと、まあ、ドラゴンスケールって、ね、大きくなってますよっていう感じ。赤目の龍眼の方はね大きくなってるのかどうなのか全くわからないですね。ちょっとこいつがでかくなりすぎて、で退職がどうも遅いらしいということなんでね、どのタイミングで退職するのかあれなんですけど、まあ、ちなみにこれ水替えした、一応半分ぐらい水替えしたんですけど、水がすごい利口ですよね。ここだけ赤虫を浴びてますね。ハスっていう川魚がね、たまたま行ったらいたんで、
買ってきたんですけど、まあ、一応肉食系の生き物なんで赤虫をねあげないといけないんで、ここに開けてね向こうにも赤虫をあげてるような感じで、カードカンはまだちょっとちっちゃすぎるんでね、もうちょっと大きくなったら乗せてみようかなと思っています。まあ久しぶりに川魚もいろいろやってるんですけど、なかなか僕は得意じゃないのと、まあ、場所が狭いっていうのが一番いけないのかなんですけども、ね、ただハスはまあ昔から憧れで、本当ガキの頃から欲しいなと思ってたんですけど、一度も捕まえたことも買ったこともなくて、値段も安いんですけどね、なかなか買う機会がなくて、で今回たまたまちょっといたんで、ね、買ってみようかなと思ってやってみました。まあ、あの埼玉とかでうちの近く あの池で死体が浮いてたっていうんでね、そういうんであの拾って、ああハスいるんだ欲しいなって思った記憶はあるんですけど、まあ、未だに生きている姿でこの辺で見たっていうのはないですけど、まあ、荒川で釣れたりとか、ね、そういうことがあるみたいなので、まあ、実際いるんでしょうけど、まあ、なかなかそういう、まあ、動きが俊敏なんでね、そう簡単には捕まってくれないなと。川三湖の方でよく出てるボラなんですけど、ボラをこの間取ろうと思って行ったんですけどね、やっぱり動きが早すぎて、まあ一匹も捕まえることができず、まあ、目の前にいるんですけどね、普通の網でね捕まえるっていうのはちょっと容易じゃないなっていうのがよく分かりました。まあ、川魚を捕まえるのはやっぱりいろいろねやり方を考えないとうまく捕まえられないのかなと思いますね。ということで魚の方もね、まあぼちぼちですけど、餌はちゃんと食わせて、ある程度育ってくれています。まあ、本当は赤身が一番好きなのに、今このドラゴンスケールが一番お気に入りになっているかなっていう感じで、もっと大きくなってほしいんですけどね。まだ搭載なんで、搭載でこのサイズは、ね、この時期であれば、まあ、楽しめていいのかなっていうところですね。なんで、来年になる頃にはまたすごい大きくなった姿をお見せすることができるのかなと思っています。さて、そんな感じでね、まあ、今週イベントがあるんで、すごいあの注文の方もいっぱい来てて、まあ、パンパンな状態になってしまってはいるんですけど、まあ、とりあえずこれを乗り切ってね、今月もすごい売れたねって話をして過ごせたらいいなと思うんですけど、メーカーの方はね順調で、毎月毎月売り上げがねどんどん伸びているような感じです。で、まあ一番人気商品のパームチップってやつはね、もう本当毎月のように、毎月じゃないか、まあでも何ヶ月に1回かで売り上げが更新してみたいな感じなんで、もう作態でいうとすごいことになってるんで、まあ発注率的な方でね、そういうヤシ柄を使う方がいましたら、まあ、ぜひポゴナクラブのパームチップを、使ってみてください。そしてあのカルシウム剤もねかなり有効 でまたあとね亀にねちょっと面白いそのカルシウムの取らせ方っていうのを今実験していて、まあ、そっちがある程度うまくいけばね、まあ、何かしらちょっとそういうので、お話ができるのかなと思っています。なんでいろいろねここには載せないですけど、こそこそといろんなことをやって、進行していますので、まあ、発表できる感じになればここで載せますしっていう感じです。なんで楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうございました。